ウィズ・ワンダーランドは広島県広島市中区新天地にかつて存在したファッションビル。ユメタウンを展開している泉が経営する若者向けファッションビルであった。泉のスーパーマーケット第1号店であり、現在も泉がビルを所有している。現在はキーテナントとしてドンキホーテが入居するテナントビルになっている。1961年11月3日に 泉のスーパー第1号店である泉八丁堀店として開業し、数回の改装、増築を経て、1970年代前半に地下1階、地上7階建ての現在のビルの規模となった。屋上には遊園地、地下には食品売り場があり、当時の百貨店レベルの設備、規模だった。その後、1980年の称号変更に伴い、 泉八丁堀店となった。1985年にスーパーとしての営業を終了。店舗改装を施し、広島発のファッションビルのウィズワンダーランドに業態変換。若者向けの洋服店や雑貨店などのテナントが入るビルとなる。神谷町のサンモールとともに、広島若者向けのショッピングセンターとして親しまれた。近隣の中区三河町三の一には、 ウィズ・ワンダーランド別館があった。2004年に近隣の広島パルコ新館のオープンなどの影響で売り上げが低迷したため、ミスタードーナツ以外のフロアを山田電機が退職し、テナントビルへ業態変換することが決定。2004年4月20日にウィズ・ワンダーランドは閉館した。2004年6月11日に山田電機、テックランド、広島中央本店がオープンした。 この店舗は山田電機が都市型店舗を展開する上での実験店舗であり、2006年よりラビーブランドで本格的に都市型店舗の展開を開始している。2011年9月に近隣の天馬や八丁堀店が閉店を発表、天馬や撤退後に山田電機が出店を検討していることがマスコミに報道された。そして2012年3月4日に閉店。同日に 天馬屋八丁堀店も閉店した。その後、天馬屋にラビー広島を出店することを同年6月8日に正式に発表。同月22日に開業した。2012年7月3日にドンキホーテが同年10月にドンキホーテ広島八丁堀店をオープンすると正式発表。同年10月26日にドンキホーテ及び病院。 ゲームセンターなどの各テナントがオープンした。圧縮陳列を売りとするドンキホーテには珍しく、広い通路とゆとりのある陳列が特徴的な作りとなっている。2017年2月3日に公表された広島県の耐震性能調査において、震度6強以上で倒壊、または崩壊する危険性が高いとされたが、建て替え、耐震化の方針や時期は見通しが立っていない。 山田電機、テックランド、広島中央本店時代。現在の様子。ドンキホーテ広島八丁堀店。ウィズ・ワンダーランド時代他、山田電機、テックランド、広島中央本店時代現在他詳細は、ドンキホーテ広島八丁堀店公式サイトを参照他ハット AB、遠隔会社情報、株式会社泉。株式会社泉。2020年8月2日閲覧。 ドンキホーテ、中区新天地に10月オープン。広島毎日新聞2012年7月5日2012年10月下旬。広島市中区に、ドンキホーテ八丁堀店をオープン。ドンキホーテ2012年7月3日中国。新聞2017年2月11日18班25面。With Wonderland k e y 広島テレビラジオプレス。当時の写真が複数掲載。 ありがとうございます。